やっぱり自分たちはいかに悲惨な目に遭ったかということを訴えたわけですよね。うん、で私は謝罪する必要はない、謝罪すべきではない。 You want me to say that I'm sorry? でそれに対して今から僕は保証する必要はないと思いますね。きちんと立証された関係による強制連行というのは一つも出ていません。ですからそんなことをですね、常識的に考えてもね、やるはずがないですね。つまり強制連行というのは原則としてなかったと。だからその一つのチェーンになるわけですがね、本人または家族というのは こっちはありますね。でこっち側の端っこに、軍があると、ね、間にブローカーとそれから業者、ね、経営者ですね、これが介在をしていると。業者が親からブローカーを介してですね、買ってきたとか、そういう関係でもって雇用関係は業者と女性たちの間にあるわけですね。朝鮮の場合について話しましたね。でこの慰安婦になったさせられた人の中にはこの朝鮮人が一番多かったと言われているわけですね。それで全体の慰安婦の数、これはっきりしないんですけども、8万から20万なのと言われているんですが、According to United Nations, we say 200,000. Anywhere from 50,000 to 200,000. 100,000 to 200,000. 200,000 former sex slaves. ですから、もしそうしますとね、朝鮮の女性で強制連行されたものがですね、数万はいたことになりますね。しかし、もしね、数万の女性が強制連行されたとしたら、それを見てる人もいたはずなんです。しかし今までに一度もですね、強制連行の現場を見たという人はいないんですね。日本人でもいないし、朝鮮人でもいない。でただ慰安婦の申告があるだけなんですよ。そんなね、百何十人のね証言を取る必要ないんですよ。二人か三人ちゃんとしたその証人がですね、一緒に出てきて証言をしてくれれば、これ信頼性が非常に高くなるわけですけどもね、と疑ったりもするんですけどね。通常は何か訴え出るときには証人を帯同してね出てくるものなんですがね。うん、それは本当なんですかと僕は聞きたいですね。信じられませんと。私は嘘だと思いますね。